おはようございます、おぎそです。ヨーグルトを食べたちびっこです。朝です。今日は、この、ですね、屋久島を描きました。この屋久島ちょっとポイントがあってですね、初めグリザ油で描いています。グリザ油でそこから一気に色がブワッと変わります。ブワッだでそのなんていうか、グリザ油をやってみて、色ガラッと変わりますから、皆さん多分あまり経験ない方もぜひチャレンジしてみたらいいと思いますので、ぜひ、チャレンジしてみてください。どうぞ。それでは解説をしていきたいと思います。今日は久しぶりに車の中で録音しております。2021年2月5日、午前2時36分でございます。さすがに、家の中で喋、ること大きな声で喋ることは難しいので、寒いあかん、めちゃめちゃ寒い。車の中やっぱやめとけばよかったと後悔しておりますが、行けるところまで行ってみます。ですね、今日はアクリル絵の具で、グリザ油、要は黒白ですね、黒白で描いて、途中でグレーズというのをして色がガバッと変わる瞬間をお見せしようと思います。なんかこう皆さんから好評の動画をいただいて、いろんなことをこう考えて、そしてまた動画に反映するという、こうまあいい循環っていうかですね、皆さんのこう作品を見ながら、あ、もうちょっとこうすればいいのにな、あすればいいのになとクソ生意気に喋らせてもらってますが、それが評判いいですね。面白いんですかね、自分の絵が画面に出てくることも嬉しいみたいなコメントをいただいたりとか、日頃やっぱりですね、何々さん上手ですねなんてこうやっぱね褒め合いをしている絵画サークルの皆さんじゃ満足できなくなってきているんですかね。私みたいにね、知らない人の絵を勝手に批判するのがまさかそんな評判がいいとは思いませんでした。で、これ濃いめの鉛筆ですけどね、もうアクリルの場合はもう濃いめにいっちゃってください。パッパッパッで転写でなくいってます。まあこれなんで転写でなくこう初めの段階見せたかっていうと、もうデッサンの段階でやっぱりこう構成しだしてるんですね。今だとこうやってポンポンポンとこう書いてあるとこを書いてないとこ、この段階でストップって言われてもまあまあかっこよく見えませんかね。まあまあかっこよくと、まあ、抽象的な絵かもしれませんが、画面の中でコンポジションしてるんですね。長い線があったり、黒いたまりがあったりとかですね。でこういうのってすごい難しいと思うんですけど、常に画面全体を見るという癖づけをしていくと、現場でスケッチとかしたり、写真を描きながら、写真を見ながら描くということをするときにも生きてきます。なんとなくようやくこう風景が見えてまいりましたよね。で、まあ、また屋久島を描いてますが、屋久島ばっかりですみません。もう取材に行けてないので、それはもう致し方ないと、皆さんと同じでございますので、前の写真から引用せざるを得ませんので、本当にお許しください。で、今日はかなりダイナミックに変わりますよ。アクリルの場合もこれね、2B やったかな、何倍やったかな、濃い鉛筆で、ガガッと描いてます。大学の教員はですね、2月が実は死ぬほど忙しいんですね。今はもう成績もちろんつけて、後期の授業は終わったんですが、卒業研究、私今4年生の学年担任というのをやってるんで、卒業を、もうちょっと左に寄せておこうと思って、卒業制作展のなんやらかんやら、すみません、お腹が鳴りました。で、アクリル、ジェッソの黒、アクリルのジェッソ、黒白で、またこれも潔いでしょう、真っ黒いきました。ズババババズババババ黒です。もう黒でいいんですよね。黒はダメだっていう先生もらえるかもしれませんがね、僕はもうダメだということを基本的に言わない人なんで、黒でもいいんじゃないか、生の白でもいいんじゃないかね、そっちの方が表現とか広がりますからね。ダメということを作ってしまう、あ、ダメ、限界、寒いわ。車のもうエンジンをかけさせていただきます。すみません、すみません、
で、こうやってね、構成をしております。車の音が聞こえましたね。私の三重で買ったフィアットでございますね。フィアットのこう SUV、 もう4年ぐらいになるんかな。言うてもでも4万キロぐらいか。よう走りますんでね。こうちょっと遠方、九州の遠方やった宮崎なんかは佐賀からだいたい4時間ぐらいかかりますけども、そういうところ行くのも全然苦ではないのでですね、こう取材行ったりするのも。今年はですね、ジャイアンツキャンプを見に行こうというのをですね、僕のこう仲良くしている先生やら、お友達がいてですね、その人の故郷なんですね。で、宮崎のジャイアンツキャンプを見に、あ、今白が入りましたね。約束してたんですよ。もう楽しみでね。それがね、今年は、まあね、どこの、野球チームも無観客でやってたりしますよね。で、あとはジャイアンツは東京ドームでやるということになってしまったんで、いけなかったですね。ということで、黒、白、グレーという感じでつけていってますね。で、画面全体を見ながら、今でももう抽象画みたいな感じで、おしゃれな、わかりますか？ここの段階とかね。もちろんこれ前後関係なんか出てないですよ。でもこう見た感じな、ペン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 と、これ例えばマスキングテープ外して鉛筆の線消したらね、そこそこのね、抽象画としてね、飾れますよ。こういう風に抽象画っていうのは、もともと私のお師匠さん言ってたんですけど、抽出という言葉から来てるんだぞ、おい、おぎそって言われたのをなんとなく覚えてますが、まあそうですよね。例えばモンドリアンっていう人なんかの絵見ると、若い頃の絵っていうのは、普通に具象で、そこから木とかだけを描いたのが少しずつ色面に変わっていったんですよ。っていうことから抽象画って抽出とかね、まあカンディンスキーなんていうのは音楽を題材に描いているんですけども、あれは抽出したかどうかわかんないですけども、でこういう感じでズバッズバッと平筆一本でいってます。平筆一本、まあ、なんか平筆って便利ですね。水彩描くときはやっぱり便利かなと思います。なんかこうアニメの背景、スタジオジブリさんのなんか背景動画なんかを勉強させていただいたら、平筆を多く使ってて上手に使いはるんですよね。ベタッと塗ることもできれば、なんていうんですか、細めの線も引けるわけですよね、平筆っていうのはね。なんか考えてるところまで今回映ってるな。シュッシュッシュ、ほらこういうの見ると分かります。パウル・セザンヌですね。タッチも線のあれも生かしながら画面を構成する、もうここ見せたかったんですね。分かりますかね、分からないですかね。まあ暖かくなってまいりました。エンジンを切りたいとこですけども、ちょっと限界でございます。いつも土曜日の朝になるべく上げようと実はしていたんですよ、なんとなく。でも今日は間に合わなかったですね。もう忙しかったですね。今週はもうなんていうか、もう全部がイレギュラーなんですよね。展覧会をまあ一応やることには卒業制作になるんですが、あ、今これ筆をこうぐしゃっとして、叩いてますね。でも例えば搬入を僕担当してて、50人ぐらいが美術館にで展示するんですけども、同時にやっぱり入れるのも危ないので、ちょっと分散しながらとかを計算してですね、まあだから連絡取れる子もいれば、ね、自分の担当のゼミ生ではない子なんていうのはなかなか連絡取れにくい子とかもいるし、美術館の配置考えるために実はマケットといって、模型を作るんですね。で今回僕も自分、なんていうんですかね、佐賀大学美術館っていうのは7年前ぐらいにできたんですよ。国立総合大学では、初めてだそうですよ。で美術館ができて、そのマケットっていう模型を作って、そこに小さなこうスケールのこんな絵を描きますよみたいなのを学生たちが作って、そこでそれを配置していく、マケットっていうので、でも2年か3年に1回壊れてたんですよ。でそれがもうこう学生さんが作ってたんですけど、壊れないためにもう木で作ったんですね。それが時間かかった。作ったのをお見せしておきます。頑張ったでしょう。こんな感じで作ったんですよ。ね、
で、叩き筆でちょっとぐらいこれはみ出してもいいと思ってます。ちゃ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 ってはみ出して、要は黒白の段階というのは2つ目的があって、まあこうトーンをまず整えるということです。トーン、黒白で、トーンを整えて、トーンの幅、階調が細かくなればなるほどね、複雑になってきます。あ、難しい言葉使う、やめてって言われそうですね。すみません。階調が要は細かく刻まれているようなことですね。黒から白までの細かく細かく、初めの段階は少し粗めだったでしょ。こうザクザクセザンヌだって言ってた段階に比べると少しその中間色が増えてきましたよね、というふうに、トーンを聞き刻んでおいて、そして今度はこれスパッタリングをしてます。明るめの色が確か多かったと思います。もうはみ出してもいいですよ。昔はありましたよね、はみ出し刑事、はぐれ刑事か。ああ脱線がひどい、寒い、助けてくれ。でスパッタリングをしていきながら、もうちょっとぐらいはみ出してみ、これはマチエルをつけてるんですね。要はトーンを作る作業とマチエルをつける作業というのを2つこれ同時にやっておきました。ジェストの黒白がなかったら別にアクリルの白黒でもいいですよ。100円ショップで買ってこられたので試しされてみてもいいかもしれません。で、まあ、指がこうやって汚れたりもしますので、注意しながらドライヤーで乾かしていきます。ね、筆も100円ショップの筆とかでもいいですし、ホームセンターとかにもなんかペンキ塗る用の筆とかそういうのも売ってたりしますしね。使わなくなったブタ毛の筆、あ、スパッタリングはブタ毛の筆とか硬い筆とか、あ、もうそれもなかったら歯ブラシでいいですよ。なんか代用してみてください。いいですね、脳活ですね。いわゆるね、脳みそを活性化させて何か代用品はないのかと考えていけばね、なんかありますよね。歯ブラシもういらなくなった歯ブラシでバババババッとスパッタリングされても結構だと思います。なんか網やみのやつにつけてパッパッパッとこう やったりもしますけども、その網やみのやつがなかったらなんかね、適当に、100円ショップへ行けばなんか網やみ状のものがあるかもしれませんので、それを買ってきて試されてみたらいいんですよ。もう何でもね、今便利な時代ですよね。そして、あ、もうあともう一つ言うときますけど、私の動画だけで勉強しようと思わないでくださいね。昨日もなんかメール来てました。もうね、これはこうなんですか、あ、なんですか、本買ってみてくださいね皆さんね。本とかも以前紹介しました。武蔵野美術大学さんや東京芸術大学さんが出している本なんていうのは、まあ懇切丁寧に書いてありますよ。やっぱりそういうのも読まれたらいいですよ。白和紙とキャンバスの違いはと、もう本を買ってくださいってなりますね。で、 SNS の怖いところっていうのはですね、まあ私も Facebook なんとこの2月で 10周年を迎えまして、もう正直5000人、もう自分で申請しないでどこまでいけるかチャレンジを10年前に始めて、当時はね、当時というか友達100人できるかな、10年前ってですね、なんかこう東京大学で、トイレ飯っていうのが発見されたんですよ。確かその年だったと思うんですけどね。何ですかトイレ飯って。要は当時若い子が友達を作れないから、友達と一緒にご飯食べれないから、トイレの中で一人でご飯を食べている学生が見つかったというのがニュースになったんですよ。はあって感じでしょ。ね、そういうのがあって、でその時と同時期ぐらいにこう Facebook とか Twitter とかが、 Twitter もう少し確か前ですね、 Instagram も確かほぼ同じ時期やったと思います、ね、で2011年とかに初めて、じゃあ分かった、俺友達100人作ったるわっつって学生に言うてですね、どうやってですかって Facebook やからとか言うて冗談でやってたんですけど、それももう10年やってまいりまして、なんかこうですね、 SNS とかっていうの怖いのはですね、ものすごく身近に感じるじゃないですか。私になんかこんな気さくな、ね、車の中で撮って、まさかエンジン音が入るなんていう、こう録音をして楽しいおじさんやなと思うかもしれませんけど、基本的にはやっぱり私は皆さん他人ですから、どん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 こう距離が近く感じられていく方っておいると思うんですよ。でもちょこっとだけその辺の、普通の社会人としてのこう節度だけは守ってもらいたいことがあるんですね。当たり前のように、例えば私もちびっ子がいて、愛する妻がおりますので、普通に生活をしている部分と、まあこういうの夜中になんか撮ったりとか夜中に絵描いたりする部分はあるんですけども
やっぱこうメールとかメッセージとか DM とか、まあ、一般的な時間に送ってもらえると助かります。普通に例えば8時半から6時までとかね、そういう時間に送ってもらえるとすごく助かります。やっぱりこう夜中1時2時にも来たりもしますので、携帯がファッと光ったりするんでね、そうするとねやっぱり起きてしまったりしますもんね。そういうのはちょっと注意して、ちょっと茶色を入れ出してました。そう、大事なことを言うの忘れてた。で、茶色でもう一回形を引き締め直して、黒と茶色を中心に引き締め直しております。まあこれ白黒だけやったらちょっと色が複雑にならないというふうに思ったので、複雑にならない、またわけわからんこと言ってって思うかもしれませんが、黒の上にグレーズをもう一色、まあ混色した一色だけを塗るんですけども、その際に要は黒白やったらちょっとこう寒色、青っぽいじゃないですか、に対して茶色やったら少し暖色、あったかい色ですね。でその暖色と寒色ぐらいにちょっとしておいたら、よりこう複雑になるので、茶色だけバーンとしてんのやと思いますが、混ぜて、少し形を引き締める、要は形がなくなってしまったりしているようなところとか、そしてもうちょっとこれ白奥の方とか向こうから光が差してるんですが、明るいところを温まってきましたので、この車お尻が温まるんですよ。ビュン、ちょっと白いところをインパストって言って厚く塗っていきます。また難しい言葉を、厚く塗ることをインパストと言います、ね、少し白いところにインパストしながらですね、画面全体のバランスを考え、特にまあ真ん中にこの流れていく、特に一番奥の光が差し込んでいるところあたりに見せ場を私はよく持ってきます。まあ今回は2番目は手前の方に水が流れているところやったりしますかね。でも本当左の方とか右の方なんてもうザザザザと書いてますよね。で黒とかで形をもう一度取り直しながら、こんだけ塗り込んでいくわけですから鉛筆の線で消えていくんで、まああまり慎重に並んでもいいかなと、アクリルの場合は特に思いますし、濃いめにガガガガと書いてもいいかなと思います。そしてドライヤーでまた完全に乾かします。ぼちぼちですかね、次の瞬間にダイナミックに、変わります。17分も喋ってまいりました。ああ寒かった。2月5日、うちのチビは、そうか、今日6日か、今日土曜日ですね、今日土曜日ですね、そうかそうか、今日じゃあ皆さんの好評な作品が届くと。あ、言うときますけど早いもの順じゃないですよ、もう本当に早いもの順じゃなく全員やる予定ですので、100人来たら100人やってやろうと思います。1000人来たら1000人やってやろうと思ってます。本気ですよ、こんなもん全然もうね、気にしないでください。めちゃくちゃ多くなってきたらさすがに1000人とか、もう今日2月6日分は全部やろうと思ってます。さすがに1000人ぐらい来たら謝罪すると思いますね。いや僕は本当に女性がいる会議はすごくスムーズに進むと思いますよ。逆だと思うんですよね、男性で喋りたがりの人がいる会議とかね、長いんですよ。何のこと言うてるんでしょうね。僕なんかそれどっちかそうですけどね、女性なんかパパッと引き締めてくれて早かったりするから、あ助かると思う、流れ変えてくれたってね。もう喋りたがる人はいますよ。もういらんことやねん、いらんことやねんってね、よく振り出しに戻るとかね、前それ話したやんかというのは往々にして男性ですよ。うん、そう思います。そうそう、 SNS のマナーを守らないのも大体男性です。女性はほぼないですよ。何を言ってるんだあの人は。何のこと言った、あすまん、大事なとこやった、失敗した。フタロシアニングリーンみたいなものと、オリーブグリーンみたいなのとバーントシェンナー、少し茶色を入れときます。単なる緑色じゃなく、でこれとグロスポリマーメディウム最悪や、を入れて、今平筆で、グロスポリマーメディウムを入れて、まあ、よう混ぜて、それで水ですね、もうどのぐらいかな、グロスポリマーメディウムが1に対して絵の具が3に対して水が10ぐらい、なんかそんな感じ、だと思います。でこれ塗ってみてこんな感じかなっていうのをね、このぐらい、ほらもう一気に色変わったでしょ。でちょっとこれ小さい筆で、筆洗うのめんどくさかったんで、小さいずっと同じ筆使い続けてたんですが、やっぱハケがいいですね。はい、ハケで鳴らしました。ほらどないでっか、
都内ですか。で、はい、いつものことです。もうライト買おうかなと思ってます。デスクライトみたいなのにしてるからあんな風に光っちゃうんですね。もうちょっとこう大きめに広くファーッと光るライトを皆さんからいただいた、顔を描かせていただきましたね。第10回の、あ、これで生の城みたいな、じゃんじゃんじゃんと。第10回のライブペイントです。あの皆さんすごく実は集まりました。この間はマイクを買いました。まだ届いていないので今日は普通に、iPhone の付属のイヤホンでやっておりますが、そしてもう生乾きの状態でももし生の白をバン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 とハイライトに置いていったりとか、そうか、ライト買おうかな、ね、そしたら皆さんの動画もっとこんな風に、これなら予想できないですもんね。今まで光ってなかったですけど、グレーズすることによって艶が出てくるので光ったんですね。で、この艶もちょっとずつ多分引いてくると思いますよ。要は、乾いてくると少しマットになってきますので、そして生の白をちょん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 と置いたり、少し、その後混色をして、もう緑とかいろんな色を出すんですが、しながら出ているを描いていくわけですね。そうするとこれ不透明、今塗ってるの不透明でしょ。でグレーズしたのが透明ですよね。でちょっと水を多めにした白を混ぜたような、これ今半透明に近いぐらいの、これグレーですけどもね、を塗ることによって透明、不透明、半透明というこう絵の具の構造ができ、厚く塗っているところにグレーズすることによって、そこの溝の中に入っていって、とかね、絵の具のマテリアルをより強調できるとか、そうすることに絵の具の特性とかっていうのがすごく効果的に見える。またこれ新しく絵の具をようやくここの段階ぐらいで、白、これジェストの黒、右の右ですよ、なんか緑じゃないですか、フタロシア人形のグリーンだと思います。なんか色を出していってます。映ってません、残念。何ですかこれは、黄色、多分これも黄色、赤、緑と青と、多分緑、青、黄色、黄色、赤やと思います。そして、緑とかで、黄色とかで、茶色とかで最後出ているを書き込んでいきましたね。わかりましたかね。サンドイッチを作っていくという感じですね。パンがあって、何ですか、レタスがあって、トマトがあって、卵があって、ハムがあって、ちょっと挟みすぎですわね。そしてまたパンがあるみたいな感じじゃないですけども、ベターっと何ていうんですかね、パンだけで食べるよりもいろんなものが挟んであったら美味しいでしょう。はって感じですねもうおかしなってますね。忙しすぎるですよね。もう2月はもう前半中盤ぐらいまでもうひどいもんですよ。もうまあいいんですけどね。特に今年はコロナ対応で受験等も含め、まあやっぱり2倍3倍近くになってますもんね。例えば学生の作品の成績をつけるのもやっぱ先生方が密になってはいけないということもあって、オンラインでやれないか、それも昨日いろいろもうシミュレーションしてたんですよね。大変でしょう。本当にその見えないしんどさが、ね、皆さんに伝わらないしんどさがいっぱいあるんですけど、ね、逆にあこっちでもよかったんちゃうかっていうことは、逆にこの1年は発見がありましたね。オンライン会議っていうのは意外とね、そう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 、もう口軽か言いますけど、やっぱこう私の動画面白いって言うて、なんかそういうこうマネージメント会社みたいな人から連絡ありましたもんね。でちょっとお話ししましょうかいうのもズーム会議的な感じでやりましたよ。で途中で向こうに、で僕実は収益化してないんですよって言ったら、へえって言われました。基本的にそのマネージメント契約をするのは収益化をしていることが前提だったそうなんですが、まさかしていなかったんですか、もったいないって言われました。やっぱりした方がいいかな、うちの学生にも言われましたよ、先生もったいないですよあれとかって言って、いいじゃないですかね、まあ、まあいつかするかもしれませんよ。1万人ぐらいになったりして皆さん手のひら返しをしたかのように CM がボソボソ入ってくるようになるかもしれませんけどね。さすがにまあ今はまだする気はないんですけども、
僕はなんか憧れているのはあれですよ、ボランティアおじさんっていたでしょ、今もいると思います、全国各地、大分からハイエースかなんかに乗って、あ、もっと軽やとか、あ、やっぱそんな言うてるうちに、完成密度が上がってまいりました。ちょっと最後光が光ってしまいました、左の方ですね、という感じで、グレーズグリザ湯からグレーズをして書き込んで雑談多めの何の脈絡もない話をした動画でございました。ぜひこれは皆さん試してみる価値ありますよということで、本日は終わりたいと思います。寒い部屋入ります。ありがとうございました、ご視聴。ヨーグルトを食べ終わった後です。多分初心者の人って、もうこれぐらいもう明確にザワッとこう変わる瞬間みたいなのを経験されるとすごくこういい、うっさいですね、いい経験になりますので、ぜひチャレンジしてみてください。 では、またダダダダダ